おはようございます。7月20日時刻は8時58分です。今日から宮城県の旅がスタートですね。で、今日の天気なんですが、若干曇り、ところどころ晴れみたいな感じですかね。ただ予報は結構悪めです。まあ、着替えて準備して出発しましょう。よし、じゃあ出発する前に昨日泊まったこの大谷海岸っていう道の駅でちょっとパンフレットとかいろいろもらって情報収集だけしてこようと思います。道の駅の中はこんな感じです。いやー、結構お土産の種類とか豊富ですね。あと、ここにスズメの戸締まりのイーゼルとサイン色紙がありました。なんかここコラボしてたんですかね。あと、ここにもスズメの戸締まりのイーゼルがあって、おお、すげえ、等身大パネルとか置いてあるよ。道の駅で観光案内のパンフレットをいくつかもらってきました。私、宮城県は初めて来たんですが、こういう初めて来る場所っていうのは、地元に置いてあるパンフレットとかの方が、Google マップとかよりもね、案内多く載ってたりするんで、まあ、こういうのをしっかり見ておくと、こう見落としがなく進めるんじゃないかなと思います。はい、というわけで道の駅から45分くらい内陸の方に移動して登米市っていうところにやってきました。で、今来ているのが宮城の明治村っていうところの中にある教育資料館っていう場所です。こんな感じで廃校になった昔の学校を資料館として使用している建物ですね。こちらに校舎についての説明書きが書いてあります。旧豊間高等尋常小学校校舎かな。この建物は洋風の中に部分的によく和風の技法を取り入れた義洋風の木造建築物であると。で、その他いろいろ書いてあるんですが、現在は明治以降の教育史などを学べる教育資料館として公開されているみたいです。で、ここは宮城の明治村っていうだけあって、この周辺にもあといくつかこんな感じの建物があったりするんですが、まあ今日はここだけでいいかな。教育資料館の入館料は大人1人400円。あと、6施設共通券っていうのは大人1人1000円ですね。で、その6施設っていうのが、教育資料館の他に水沢県庁記念館であったりとか、あと登米懐古館で、警察資料館、あと伝統芸能伝承館とか、まあいろいろあります。入館料払って中に入ってきました。じゃあ見学していきましょう。で、一個だけちょっと言わしてほしいんですが、見てくださいこれ、バカみたいに晴れてんだけど、昨日までの雨は何だったんだマジで。まあ気を取り直して見ていきますか。こちらの部屋はなんだ、昔使ってたカメラとかレコード、あとタイプライター的なやつも置いてますね。で、あちらにはビデオデッキみたいなのがあって、豊間町の紹介ビデオを見れるそうです。あと、これめちゃくちゃどうでもいい話なんですが、こう、登る米って書いて、まあ、豊間って読むんですけど、これ読み方がね、止めって読む場合もあって、市町村の市がつくと、止め市になるらしいです。なので、止め市、豊間町みたいな、なんかよくわからん地名の呼び方になってます。今歩いてるこの廊下なんですが、吹き抜け型廊下っていうみたいです。明治20年代になると、中廊下式から型廊下式に変わったそうです。いやけど、この縁側みたいな廊下は非常に歩いてて気持ちいいですね。そしてこちらは校長室、昭和45年度から使用。中はこんな感じになってます。ちょっと豪華そうな椅子やヤマハの、これはオルガンなのかな、ご自由にお弾きくださいって書いてます。昭和30年製なのにまだ音出るんですね。ちょっと触ってみますか。何もならねえんだが。なんか適当にいじったら音鳴るようになりました。これで戻した方がいいのかな。それとここに水抜き穴っていうのがあって、外部の仕切りには風雨によって流入した雨水が溝に溜まるのを防ぐため、溝の端に水抜き穴を作り、それに亜鉛板をはめ込み外部に排水するようにして敷居の腐食を防ぐ工夫がなされているだそうです。どれのことかなと思ったら、多分これですね。この小さな穴、ここに穴を開けとくことによって、まあ、ここから雨水がこう流れていって、まあ、敷居が腐らないと。いやー、よう考えてんな。よし、じゃあ次は2階に行ってみましょう。ここに窓ガラスについての掲示があって、
今目の前にあるガラスは明治21年の建設当時に輸入されたガラスだそうです。歪んだ上に気泡が入るものや線が入っているガラスは大変貴重なものだそうです。その他のガラスは東日本大震災の被害を受けて、壊れてしまったみたいですね。こちらが建物入り口の方から見えていた白いバルコニー部分ですね。おお、ここに立つとめちゃくちゃ気持ちいいぜ。こちらが校長室。おお、ちょっとびっくりした。やめてくれ、こういうリアルなマネキン置くの。さすがは校長室っていうだけあって、椅子とかはかなり豪華ですね。こちらが再現教室。当時は照明設備がなく、窓や壁の色などで明るさを出す指導をされていたそうです。教室の中はこんな感じになってます。確かに窓の部分がかなり大きく取られていて、壁の色がなんか白っぽいネズミ色って感じですね。で、この机すげえな、本当に年代物って感じです。で、やはり小学生用の机と椅子なんで、かなり小さいですね。引き出しとかはないな。これもしかして開くのか？開いたわ。おお、すげえ。この中に勉強道具とかを入れるんでしょうね。よう考えられてんな。こちらも再現教室ですね。中はこんな感じで、マネキンが置いてあって、当時の子供たちの勉強風景を見ることができます。まだ明治の時代ってことで、先生とか子供たちはみんな着物姿なんですね。最後はこちら、作法室兼裁縫室。中はこんな感じで和室になってます。結構広いですね。で、ここには当時使われていたであろう足踏み式のミシンがあります。他には大きな火鉢なんかも置いてあって、冬はこれで暖をとってたんでしょうね。すげえよ、ここに炭火アイロンなんてあるよ。中に炭火を入れ、その熱を利用して熱くし、衣類の上に当ててしわを伸ばしていたそうです。いやー、教育資料館なかなか面白かったですね。見応えありました。で、皆さんは時間があれば共通券を買って他の建物も見てみてください。じゃあ移動しようと思います。あれから1時間くらい移動して石巻市にやってきました。で、今来ているのが石巻漫画ロードっていう場所ですね。こんな感じで道路のあちこちに漫画の垂れ幕みたいなのがかかってます。こちらに石巻漫画ロードの案内板がありました。現在いてるのがここで、この周辺にはサイボーグ009、008、あと仮面ライダー V3 とかがあるっぽいですね。で、この通りをずーっと歩いていくと、いろんな漫画に関する人形とかが展示されてるみたいです。まず案内看板の近くにあったのがサイボーグ009の像。これってかなり昔の漫画ですよね。いやー、私もこれは確かめっちゃ小さい時に家のテレビでなんか再放送かなんかやってたのを見たような記憶があるんですが、加速装置とかなんかそれぐらいしか覚えてないですね。こちらがサイボーグ008の像。これなんとなく思い出してきたんですが、これサイボーグ一体一体になんか特殊能力がありましたよね。一人一個だったかな。あちらに見えているのが JR 石巻駅。普通の駅と違ってあんな感じでアニメの絵がたくさん描かれてますね。こちらが仮面ライダー V3 の像。いやー、 V3 とか正直見たことないですね。平成ライダー世代なんで。私が平成ライダーで一番好きなのはもちろんカブトですよ。クロックアップがね、もう中二心をくすぐるというか、かっこよすぎますぜ。このまましばらくアニメの像巡りをしてもいいんですが、もう12時半回ってるんで、お昼食べに行きましょうか。今日のお昼はこちら、中華料理のそそうけってお店にしようと思います。いやー、こりゃ読めねえな、普通は。
中華料理そそ受け、美味しかったですね。私、石巻焼きそばって初めて食ったんですが、美味しかったですね。じゃあ一旦車に戻ってまた移動しましょうか。現在1時45分くらいです。快活クラブにやってきました。ちょっと動画のアップロードが滞ってるんで、ここで少し作業していこうと思います。快活クラブで少し作業してきました。使った金額は350円。じゃあ移動しようと思います。30分くらい車で移動してきて、日本三景の松島っていう、まあ、有名な場所があるんですが、そこの近くにある死体館、総館っていう、まあ、松島が綺麗に見える有名な4カ所場所があるんですけど、そのうちの一つに来たんですが、なんと雨降ってきました。マジかよ。いやーこれね、この駐車場に車を止めて、あの奥の方に見えてる階段から、まあ、大体20分くらいかな、山を登ったら、まあ、その死体館の総館っていうところに着くんですけど、いや今まだポツポツと雨当たってるくらいなんですけど、これ山登ってる途中に土砂降りになったら最悪だな。あーこれはちょっとマジで悩ましいな。やめときます。15分ほど移動してきたんですが、皆さん見てくださいよ、これマジで死体感登らなくて正解でしたね。もう本当に土砂降りで、今来てるのが松島レトロ館っていう場所で、まあ、なんかちょっと面白そうだったんで、最後ここを寄っていこうと思います。入場料は大人1人400円ですね。松島レトロ館、いやー予想外に面白かったですね。あのこういう昔のものとかを展示してる場所って、基本的にはあの展示物には触らないでくださいっていうところが多いんですが、ここは全部触っていいですよっていう珍しい場所でした。なのであの昔のパチンコ台とか昔のスロット台とかもあって、なんか普通に動いてましたね。で今日本三景の松島の近くにいるんですが、松島の観光は明日にしようと思ってますんで、まあ、今日はね天気もこんな感じなんで、これくらいで終わっておきましょう。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。